よいしょ。はい、どうも皆さんこんばんは。マークでございます。いやー、本日もお部屋にしてもらいたいと思います。本日6月1日土曜日、19時15分でございます。いやー、ちょっと出かけててね、今帰ってきたの。で、帰り際にホットモット行ってさ、今日からホットモット、ハンバーグ新しくなったのよ。ほんと、今までなかった味が登場したということで買ってました。一つがね、和風オニオンソースで、もう一つがラタトゥイユってね、いいんだね、ラタトゥイユっていうのはいいんだね。今まではデミグラスソースもあるんだけど、デミグラスソースは今まであったじゃない。で、和風の方はおろしハンバーグっていうのがあったね、ポン酢かけて。それとは別で、和風おろしハンバーグとラタトゥイユ味っていう本日発売されたので、早速買ってまいりましょう。土曜日に新発売って珍しいよね、もともとね。いつも大体火曜日か木曜日なのね。それでは早速開けてみたいと思います。オープン。美味しそうだね。もっとこれ、ラタトゥイユ仕立てゴロッと野菜のトマトソースハンバーグで、和風オニオンソース、美味しそうだね。なんかすごいトマトのいい匂いが。いや、今日も昼間ちょっと暑かったね。もう6月だね。早いもんですよ。つい最近年が明けたような気がするけど、まあまあそんなもんでございます。それでは6月に乾杯。えっす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 。おいしいね。では早速ご飯大盛りしちゃった食べる量減ったんですけどね、本当。すいません、大盛りしちゃった。ラタトゥイユ仕立てトマトソースハンバーグ弁当。美味しそうだな、これ。トマトいっぱい。ただいただきます。抜群にうまい。さっぱりしてる。トマトソースおいしい。いいね、ハンバーグトマトソースで煮るっていうの、いいな。トマトソースハンバーグ合うな。うちでもやろう。このトマトソースだから、これ下の引いてあるパスタ、これなんか意外と美味しいんじゃない、これ。今日もほっともっと混んでた。30分待ちです。でも実際には20分ぐらい出てきた。
で、こちらは和風オニオンソースハンバーグ。ああ。抜群にうまい。今までのおろしとのあのポン酢のやつももう全然違う和風のお醤油ベースですね。うん、おいしい。ハンバーグのお肉もおいしいよね、ほとんどね。夏が入るのいいんですけど、梅雨が嫌なんだよな、梅雨。雨ばっかり嫌だよね、梅雨ね。でも雨降らないとね、生きていかない人に困るって、仕方ない。おいしい。全然関係ない話でごめんなさいけど、駐車場料金が値上げするって。まあいいんですけど、おいしい、ほんと。でもあれだね、皆さんもほっともっと行ったんじゃないですか。ほんと新発売の時とっともっと混むよね。値上げしたって言っても安いもん、ほんともっと。うん、一気に食べちゃった。お昼から出かけてたさ、いろいろ動き回ったもんだから腹減った。よく動いた日の方がね、眠れるよ、ぐっすり眠れるよ。でも暑くなってきたらまた寝苦しい夜が来るんだよ。毎年なんかさ、ひんやりマットとかさ、良さげなのを買うんだけど、
ゴザヒって床で寝ようかな。それが一番涼しいような気がするの。なんか夜寝てるとかさ、背中が熱いのが嫌なのよ。エアコンつけてても背中が熱いじゃん。あの背中が熱いのをなんとかする。これあのジェルのやつ買ってみようかな。ジェルの敷くやつ。なんか涼しいのあったら教えてください。美味しかった。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。